ライブをビビビ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは。こんにちは。9月27日火曜日、てっぺん層が始まりました、はい、今日は夏らしい日差し、そして気温と空が戻ってまいりました ね、 ね、暑くなりましたね。午後2時現在ですが、県内の9地点観測地点で30度を超えましたが、はい、一番暑かったのが三島ですね。午後2時現在 32.1 度まで上昇しております。ただまあすっきりとした青空が広がっておりますが、外は蒸し暑さも感じておりますね、さあでは今日のてっぺんボイスですが、はい、買いたい買いたいで、皆さん今買いたいものを教えてください、はい、メッセージお待ちしています。またメッセージには必ず電話番号サイトを受けてきてください、はい、さあそして今日もやります、10万円争奪現金ボイス、てっぺん層がいつも見てくださっている視聴者の皆様に現金総額10万円をご用意しました。表時点でですね、今ズミさんが持っていますが、はい、残り5万円です。昨日からのキャリーオーバーで今日は2万円が当たるチャンスです。ルールはこちらですよ。番組の最中どこかで電話をかけます。てっぺんボイスで採用されなかった方も抽選の対象です。5コール以内に電話に出た方が2万円の挑戦権を獲得。そして3人が持っていますパネルのうち、はい、いずれか1枚に今日は現金2万円が隠れていますつまり確率は3分の1。当たらなかった場合2万円は翌日にキャリーオーバー、また放送時間内に1人も生電話がつながらなかった場合もキャリーオーバーとなります。今日時点で最大で5万円のチャンスです。なお電話の非通知拒否設定は解除しておいてください。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。お待ちしています。さあでは今日のてっぺんネタ、はい、室下アナお願いします。はい、今日のてっぺんネタはとっても変わった超自然派アーティストをご紹介します。フランス人と日本人のトリオで静岡市内で見つけたとある自然の材料を使って美しい音色のオリジナル楽器を作り、今日初めて生演奏を披露してくださいます。実はこんな方たちなんです。その名はルリ。フランス人と日本人アーティストが組んだ演奏グループ。実は彼らは今静岡市内で11日間暮らしています。その理由が彼らの独特の演奏スタイルによるものなんです。男性が拾い集めているもの、それは石。ところが彼が叩き出せばそれが楽器に変わるんです。ルリはツアー先で出会う自然素材や物を楽器化して音楽を奏でる個性的な演奏家たちだったんです。さらに自然をテーマにした作品を作る映像作家サマンサが加わり、彼らの音楽を独特の空間に変えていきます。これがアーティストルリ、日本語の瑠璃色のルリから取った名前です。世界の中でもここ静岡が特に大好き。今回は2度目の訪問、静岡市内で見つけたユーカリの木材を楽器にしてしまったんです。果たしてどんな音を奏でるのか、それではお願いします。
ございました。ということで、ルリさんでございます。今日はよろしくお願いいたします。素敵な演奏を、ね、お聞かせいただきましたけれども、そのライブをやる地で、はい、まあ、そういう素材というか、はい、楽器を見つけて演奏するということなんですね。そうですね、いろんな出会いを大事にしているというか、ね、はい、で今回静岡と出会ったのが、はい、このユーカリの木なんです。これユーカリの木、はい、静岡ってそんなにユーカリが有名なんですか？僕も今まで知らなかったんですけど、はい、日本で唯一このユーカリの木をその製材加工できる会社があって、はい、倉田さんっていうんですけど、そこにの倉田さんとの出会いでこのユーカリと出会わせてもらった。過去になんか面白い楽器と出会ったことありますか？今まではここにもあるんですけど、はい、フランスの石だとか。これがフランスの石？はい、へー、なんかこう木材だとか石を叩いてるのに雨音にも聞こえてきましたね。ありがとうございます。そんな言っていただけてね、嬉しいですね。はい、林さんいかがでした？いや、この石の音がねすごく深いっていうか、木の音と石の音のこのこう調和っていうのがすごく魅力的だなっていう感じがしましたね。で楽譜もなんか本当にその場の即興でっていう、はい、そうです。じゃあ二度と同じ曲というか演奏は生まれないわけですか？はい、そうです。面白い。その時の気分感情で、はい、ちょっと強く叩いたり優しく叩いたりと、はい、面白いですよね。あれは会話ですよね。僕たちは日本人とフランス人なんで、両方は共通言語は英語しかないんですけども、はい、音楽の言語っていうかね、音楽語というか、それはもう全てを超えてくれるっていうふうにね、なんか感じてるんですけどね。どうやって出会ったんですか？4年前かな、フランスのアートレジデンスに行った時に初めて出会って、その時に、僕も彼ももともとドラマーだったんですけど、そのオリジナルの世界を両方とも同じ時期に探していて、で試行錯誤してるうちに、あ、これはうまくいくねって。なるほど。で今回なぜこの静岡にこだわってライブを？はい、去年ですね、ツアー、日本ツアーさせていただいたんですけど、その時に静岡がとってももう二人が気に入って、で僕も実は生まれが静岡だったりするもん。そうなんです。どちらなんですか？はい、修善寺なんです。修善寺だけですけど。生まれは修善寺。じゃあ元々と一緒なんですよ。はい、そうですね。で今度はまた静岡でライブがあるということで、はい、この演奏を生で聞いてみたいという方はこちらです。今週末10月1日土曜日、静岡市駿河区にある駿河工房の本社1階アートギャラリーで上演します。開演は18時。サマンサさんが作り出す自然の映像美も含めて心癒される空間が出現します。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、てっぺんネタでした。はい、ということで今日はフランスからのゲスト、ルリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかった。ね。